ハイバーニアンフットボールクラブは、スコットランド東部の都市エディンバラを拠点とする、サッカークラブである。同じ市内にあるハーツと共に、スコティッシュプレミアシップに所属する。ハイバーニアンは、エディンバラ、コーゲートにあるセント・パトリックズ・ローマン、カトリック教会で、カノン・エドワード・ジョセフ・ハナンとマイケル・ウェラハンを筆頭と、するアイルランド出身のサッカー教たちによって、1875年に、 設立された。もともとは、エディンバラ旧市街の南側で活動していたが、1880年代には、現在地であるリース町のイースターロードスタジアムに移転した。このクラブはアイルランドからのカトリック系移民によって、設立された最初の著名なクラブである。名称は、アイルランドのラテン語名であるハイバーニアに由来し、直訳すると、アイルランド人フットボールクラブとなる。 同クラブの設立に倣って、その後、ダンディ・ハイバーニアンやセルティックなどが設立された。現在のハイバーニアンは、かつてに比べると、カトリック教会の色は薄く、ファンがチームを支援する理由も、宗教的側面により、地理的な面が大きい。1887年8月13日、ハイバーニアンは、国内カップ戦同士の世界王座決定戦において、 イングランドの勝者であったプレストンノースエンド FC を破った。1938年8月13日のハミルトンアカデミカル FC 戦においてハイバーニアンはユニフォームの袖部分を白く変更したが、これはホームスタジアムであるイースターロードの大規模な改修を記念したものであった。イースターロードの入場口にある建物と,とクローバーのマークはスタンド部分ともに塗り直され、 ピ位チを取り巻く壁はすべて白く塗られた。ゴールポストは、緑色のネットをかぶせた円柱形のものに置き換えられた。この日、ハリースワンが覚醒器を用いて、多くの観衆に対して明るくなったイースターロードについて講演を行い、続いてチームが新しいユニフォームで登場した。ハイバーニアンは、欧州の国際試合に初めて出場したイギリスのクラブでもある。 同クラブは UEFA 欧州カップが初めて開催された1955から56シーズンに同大会に出場している。ただし、これは現在のように予選を勝ち抜いたものではない。最初の対戦はドイツのロートバイスエッセンであり、エッセンでのアウェーゲームは4-0で勝利、ホームでは1から1の引き分けに終わった。この年、ハイバーニアンはスタードランスに敗れて、 準決勝進出を逃した。2006年までにハイバーニアンが優勝した最後の主要大会は1991年のスコティッシュリーグカップであり、これはダンファー・ムリンを決勝で破ってのものだった。2004年にもリーグカップの決勝まで進んだもののリビングストン FC に敗れた。またハイバーニアンは1902年を最後にスコティッシュカップで優勝していない。 最後に決勝に進出したのは2001年のことであり、この時は3から0でセルティックに敗れている。ハイバーニアンが最後に一部リーグへ降格したのは1997から98シーズンの終わりである。しかしその後チームは劇的に変化し、12連勝を含む快進撃により年間勝ち点89という記録を打ち立てて一部リーグの優勝を飾った。 チームカラーは緑と白である。ユニフォームは前述の通り道が緑、袖と襟が白、袖口は緑と塗り分けられている。パンツは白、ソックスは緑だが最上部に白いワンポイントが入る。2004から05シーズンには、レアルマドリードとの親善試合で2から0で勝利、してから40周年となることを記念して、パンツの色をシャツに合わせて緑色にした。 これは当時と同じ色である。ハイバーニアンはファンからしばしばハイビーズという愛称で呼ばれる。世界的にはヒブスという略称が用いられる。一方、ハイバーニアンのサポーターはハイビーズと呼ばれ、あるいはリース町にあるパブザキャベツリブスにちなんでキャベツと呼ばれることもある。中、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。 カッコ内の国旗は、その他の保有国籍を示す。1981年と1999年の一部リーグとは、スコティッシュプレミアリーグの会に位置するリーグのことを指す。ファーストチーム、ハイバーニアン FC、2020年10月1日、閲覧、ありがとうございます。